2010年の4月30日、ヤフーアクセスランキングスポーツで気になった記事なんですけども、4番目、宮崎愛、オチョと同じ組で、同じ組のラウンドで大爆発という記事があるんですが、同組というんでしょうか。記事はどっちが爆発したのか。このローランド・オチョとオチョアというのは世界ランキング1位の人ですね。引退表明したばかりの人なんですが、どっちの方が最初は、その世界ランキング1位のオチョアがいきなりイーグルを取った、インスタートの10番パー5でオチョアがいきなりイーグルを取ったと。で、宮坂とは11番でバーディーを奪うと、そこから4連続バーディーを取ったと。16番、17番でも連続バーディー奪い、ボギーなしの6アンダーで前半折り返したという記事が載っていますね。あと8番目、松井、悪球避けたスイング、指揮官も切れたという記事なんですが、これは松井秀喜ですね、エンゼルスの、で松井も、要はなんて言うんでしょう、すっぽ抜けた変化球が松井の体に当たりそうになったので、避けようとしたらその避けた時にバットが回ったと思われてスイングというふうに判定されたということですね。松井もアンナーでスイングと相手のブル18年間でないと怒りを通り越した呆れ顔というふうに書いてあります、で試合は結局、エンゼルスが勝ったそうです。という感じですかね。